こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。今後脅威となるのか、少し気になったので、中国原子力潜水艦の今後と今を詳しく見ていきましょう。騒音はするし、潜れないしで性能は上がったのか気になりますね。2020年6月、中国海軍の潜水艦とみられる艦艇が、鹿児島県奄美大島近海の日本の接続水域内を潜航したまま航行して、西方に向けて通過したとの報告が、防衛省から発表された。国際法上の定義からは、潜水艦は、他国の領海内を通過する場合には、浮上した後、所属する自国の国旗を掲揚して航行しなければならないが、接続水域には確かにその義務はない。しかし接続水域は領海と接するわずか22キロほどの極めて狭い海域であり、国際的な慣行上からもこれを先行したまま通過することは相手国を刺激する行為とみなされ、通常は回避されている。今回、中国海軍のものと思われる潜水艦が、いかなる意図を持って、こうした行動に及んだのかは、定かではないが、尖閣諸島を、はじめとして対立する、日本側への恣意的行為である可能性は高い。中国海軍の潜水艦と尖閣諸島といえば、遡ること2年以上前の2018年1月。その近海の接続水域を、今回と同様に、中国海軍の潜水艦が先行したまま、航行し、海上自衛隊が発見、追尾する事態もあった。この時、海上自衛隊の艦艇や航空機は、この潜水艦を延べ2日間にわたって追尾し、最終的には同潜水艦が浮上し、中国国旗を掲げて退避したことで非常に話題となったことも記憶に新しい。海上自衛隊ではこの時の中国海軍の潜水艦が小球093型原子力潜水艦だったとする発表を行っており、対潜哨戒能力において海上自衛隊が非常に高い能力を有していることをうかがわせた。この事象は中国寄りの解釈によれば、中国が自国領だと主張する尖閣諸島についてその正当性を誇示する目的で浮上して中国国旗を掲げたものだと強弁する向きもあるが、説明としては苦しい。なぜならば、潜水艦はその存在自体がどこに潜んでいるのかを敵に悟らせないことが大前提の兵器であり、この種の追尾を受けた状態で自ら浮上してその位置を明かすことなど考えづらいからだ。そのため、大勢は海上自衛隊の必要な追尾を受けた小球093型原子力潜水艦が海上自衛隊側から発せられた警告を受けて、そのまま潜航を継続することを危険だと判断したのだと見られている。この時の海上自衛隊がいかにして小球093型原子力潜水艦を探知したものか、日本の防衛上の機密として公にはされていないが、その出航時から
監視していたものと考えられている。ことに小球093型原子力潜水艦は水中での騒音が大きく、海上自衛隊としては潜水艦個別の識別すら可能としているとも言われ、世界でも有数と言われる対潜哨戒能力の一端を感じさせた。だが、この2018年の時の小球093型原子力潜水艦と比べ、今回2020年6月の事象では、いかなる形式の中国海軍潜水艦であったのかの公表は控えられており、その推測も困難だ。ちなみに、小球093型原子力潜水艦といえば、2020年8月には、海南島に置かれた二礼林港の地下基地で行き来する瞬間を捉えた衛星写真が、アメリカの民間企業から公表された艦でもある。中国海軍は、この小球093型原子力潜水艦を2隻収益させ、さらに、4隻建造中と伝わるが、同艦が問題なのは、対艦用の巡航ミサイルを搭載し、アメリカの空母打撃群を牽制する能力を有している点だろう。これは、中国が本格的な海洋進出を企図し始めた2000年代半ばからの動きに呼応するものであり、小球093型原子力潜水艦自体はロシアのビクター3型原子力潜水艦をベースに国産化したものだ。さらに、中国海軍は小球093型原子力潜水艦の次級となる095型潜水艦の建造を行っているとみられ、建造の進む航空母艦との空母打撃群を構成する攻撃型潜水艦として近年での収益が見込まれる。このため、従来静粛性の低さから海上自衛隊の対潜哨戒能力の前にはまだまだ課題はあるものの、潜水艦単体の能力というよりも中国が獲得を目指す空母打撃群の整備に警戒が必要な状況だろう。また、日本にとっても気がかりなのは、南シナ海で中国と対立する国々とは、逆に近年になって中国から兵器を購入する方向に舵を切っている。東南アジアの国の存在も挙げられるだろう。例えば、タイがこれに該当し、タイは2014年の現軍事政権のクーデターまではアメリカなどからの兵器購入を行っていたが、2017年に中国から元型の通常動力型潜水艦3隻の調達を決定している。ただ、この計画は新型コロナウイルスの影響で2隻目以降の計画が中断するとも報じられているが、政治状況によって東南アジアにこうした新中国路線の国が現れることも警戒すべきだろう。東南アジアにおける中国包囲網の構築を進めるためにも、オバマ政権下でアメリカ離れの進んだタイに向けた西側陣営への回帰となる政策を日本も検討すべきではないだろうか。